森の国カナダ、ブリティッシュコロンビア州、バンクーバーから東へ 1000km、カナディアンロッキーのふもとにクランブルックという町がある。人口約1万5千、こじんまりとまとまったコミュニティタウンである。その町の郊外、スクーカムチャックの原野に、この地方最大のパルプ工場がある。会社名は、クレストブルック・フォレスト・インダストリーズ。CFI という名で人々に親しまれているこの会社は、三菱商事がマーケティング、本州製紙が技術を持って参加した、カナダ資本との合弁企業である。この国は、広大な国土の3分の1が森で覆われている。森林資源の有効利用は国を挙げての真剣な課題。1年を通じて気温の低いこの地方の針葉樹は、見かけは細くても樹齢100年に近いものばかり。そして繊維が長く、パルプの原料として優れている。従来、製材と合板だけしかなかった会社だが、パルプ部門を加えることによって、製材工程で出る廃材の有効利用もできるようになったのである。この国は原木の輸出を禁止しているほどだから、付加価値を一層高めるこの着想が、州政府からも高い評価を受けたことはもちろんである。切られた木はまず製材工場に運ばれる。さっきまで森でざわめいていた木は、高度に機械化された設備によってたちまち規格に合った建築用材に仕上げられていく。Thank you.
ほとんどが住宅用としてアメリカに輸出される。一方、パルプ製造の工程は木を細かく粉砕するチップ作りから始まる。チップはパルプ工場に運ばれ、高い温度と圧力で溶解され、漂白工程にかけられる。この漂白設備には思い切った投資を行い、設備を完璧なものにすることによって、安定した高い品質のパルプが量産できるようになったのである。パルプの世界市場での競争力は、ひとえに品質の安定にかかっているのだ。当初は主に日本への輸出を考えていたのだが、三菱商事の広い販売網によってアメリカやその他の国々にも売られるようになり、会社の業績向上に大きく貢献した。パルプ工場にとってもう一つの重要な課題は公害防止である。この工場では大規模な排水処理設備によって厳しい規制をクリアしている。さらに研究室では廃液を完全に透明な水に戻す研究も絶え間なく続けられている。カナディアンロッキーに秋が来た。楓の紅葉の鮮やかな年ほど冬の寒さは厳しい。流れは氷に閉ざされ、山と森はしばらく沈黙の季節に入る。それでも毎朝7時半、まだ暗いうちから森での仕事が始まる。摂氏マイナス30度、40度以下に下がる日もあるという。フェラーバンチャーという名の伐採機、一日に800本もの木を切り倒す働き者である。クランブルックのメインストリートにある本社ビル。オペレーション担当の副社長以下、日常業務はカナダ人の手によって能率よく運営されている。
伐採計画もここで慎重に検討され決められる。19世紀の末、つかの間のゴールドラッシュから生まれたこの町に再び活気をよみがえらせたのはこの会社の成長であった。三菱商事から派遣されている社員の重要な仕事は、東京本社やカナダ、アメリカ、ヨーロッパの事務所と絶えず連絡を取り、世界に広がる情報網を通じてマーケットの動きをつかむことである。カナダ西海岸一の大都会バンクーバー。そのビジネスセンターの一角にそびえるグランビルスクエア。そこに CFI のバンクーバーオフィスがある。カナダ人の社長ブラウン氏はこの合弁事業の成功に貢献した重要な人物の一人である。重役会は日本人会長の主催によって議事が進められ、創立は1966年。日本とカナダの労働条件や経営方式の違いなど理解し合うのに時間がかかった。また機械のトラブルなども発生、その上不況の波をかぶり長い苦難の道であった。しかしようやく10年余りにわたる努力が実を結び、業績も上昇、役員たちの表情も明るい。会長にはまた銀行や関係官庁との折衝という大事な仕事もある。日本人であってもそこではカナダ企業の経営者としての姿勢が要求されている。月に一度は自宅で家族ぐるみの懇親パーティーも開く。10人前以上の料理の用意から飲み物のサービスまで、奥さんたちも忙しい。日曜日の朝、敬虔なクリスチャンの多いこの町の教会は礼拝に集まる人々でいっぱいになる。平和な生活への感謝と祈り。大都会から離れたこの町の生活は安らぎに満ち、どの家庭にも質素ながら清潔で明るいムードが漂っている。またウィンタースポーツのメッカである。鮮やかな白銀のデュエット、
カナディアンロッキーを見晴らす壮大なゲレンデ。非公式ながらアイスホッケーはカナダの国技。男の子は6つになると練習を始める。ちびっ子たちのなかなか見事なスティックさばき。湖は凍っても釣り天狗たちは諦めない。座っているとそのまま凍ってしまいそうな朝も辛抱強くアイスホールに釣り糸を垂れる。厳しい冬とは対照的に、この地方の夏は天国だ。毎日晴れた日が続き、爽やかで涼しい。日本人一家も静かな湖畔でピクニック。元気なクランブルック育ちの子供たち。アルバータ肉のバーベキューで日頃の緊張を解きほぐす。仕事はますます多様化している。今やこうして遠い国にもマネージメントスタッフを送り込み、時間と労力と資金をかけて本気よく資源開発や生産活動に参加し、その地での産業育成や地域社会への貢献に努める。そして世界市場に最も有効な手段で製品を売りさばく。この広い範囲の活動が総合商社の使命なのである。森に春が近づいている。冬ごもりしていた動物たちが木の芽を食べに里に降りてくる。ムース。マウンテンゴート。そして森の王者エルク。リスは松の実が好物のようだ。たわわな松の実はやがて大地に帰り、50年から100年という長いサイクルで新しい森をよみがえらせる。その深い懐に豊かな生命を育む森。森は永遠に生きる。山と共に、人と共に。